はい、どうも皆さん、こんにちは、のです。今回はですね、第4回プレゼント企画の抽選日ということでですね、早速抽選開始していきたいと思うんですが、本当に遅い時間になってしまってね、毎度申し訳、ありません。ではですね、早速商品はね、こんな感じですね。ブロリーが、追加商品で参戦したというだけで、あとは何も変わりなしですかね。で、すべて備品のものとなっていて、A1 章、A2 章、A3 章、A4 章ですかね。という、左から順々にね、章が A 章が4つあるという、なので4人の方に今回は、当選するという仕組みになっておりまして、集まった票数1622票ですかね。はい、参加してくれた方の人数は800人でしたかね。高評価の数を見ると800人ですね。で、スマホの画面をこう、かざすと、すごい画面が暗くなるという現象があるのですがね、大変見えづらくて申し訳ないです。で、今回ですね、自分は、動画でですかね、言葉に詰まった時とか、間違えた時ですかね、主にね、カットとかね、すると、思うんですが、皆さんね、ご存知かと思うんですがね、自分カット大好きなんですが、今回はその不正の余地が、ちょっとでも介入しないように、カットは、カットはなしで、ノーカットでね、やらせていただきたいと思います。で、抽選画面というボタンを押すと、こんな感じで、なると思うんですが、こちらにですね、番号が順々に出ると思うんですかね。1回目が A 章、A1 章で、2回目、3回目、4回目というふうになって、なっていてね、番号をね、書き込ませていくような、書き込ませてもらうような形に、させていただきます。それではまずは A1 章ですね。ちゃっちゃとやっていきたいと思います。はい、まずは A1 章799番の方に当選しました。では799という風にね、こちらに書き込ませていただいて、後で、どなたにね、どなた様に当たったのかというものを、なんだあ、そうですね。調べて、動画の最後に編集でね、つなげたいと思いますね。続いて A2 章ですかね。お、すごい大きい数字ですね。1482票。1482番ですね。の方が A2 章に当選なさいました。続いて A3 章ですね。はい、446番かな。そして最後が A4 章ですね。もうね、あっけないですが、これで、全ての章がね、決まるということで、押していきたいと思います。はい、595番ですね。ゾロ目が今回は来なかったですね。ちょっとね、期待していたのですが、こんな感じになりましたね。A1 章から799番の方、A2 章が1482番、A3 章446番、A4 章が595番の方に、当選なさいました。おめでとうございます。それではこちらの方々はですね、僕の、連絡先まで1週間以内に、ご連絡をください。で、1週間以内に、万が一ですかね、ご連絡がなかった、場合は、その時はね、また考えさせて、いただきたいと思います。では、今回はね、こんな感じですかね。本当にもうね、一瞬で終わってしまったんですがね、抽選はこのような感じの結果になりました。どのカードもね、1枚だったとしても、非常にね、強いカードなので、あとはですね、僕の、おすすめ動画とかによくある、デッキの、強いデッキを作る時の3つのポイントだったかな、確か。ああいう動画とか、ぜひ参考になってね、参考にしてもらえると、嬉しいですね。例えばゴデンクスゼノだったら戦闘力要因ですよね。完全に戦闘力、に特化した、カードなので、あとすべきことはですかね、壁越えを狙ったりとか、火力あるキャラクターを、パーティーに入れたりとかね、いい例で言うと、バークゼノとかと結構相性合いますよね。エナジーが丸々1個以上で与えるダメージが何倍になるだとか、あとは超ユニット技を使うデッキにもね、結構相性いいですよね。エナジー稼ぎとかできたりするんでね。で、ブロリーだったりしたら、もう完全に、ガード削りにね、特化していて、でもブロリーに至ってはアタッカーにもなるんですけどね。はい、これね、こちら素晴らしい一品なのでね、非常に、どのカードも強いので、
まあね、大切に使っていただけたらなと思います。ではまあ今回ね、長くなりましたが、このような感じで終わらせていただきたいと思います。では第4回プレゼント企画に参加された皆様、本当にありがとうございました。それではご視聴ありがとうございました。